こんにちは、目黒区の自律神経救世主、久松です。今回は自律神経の不調は痛みが出るの？ということでお話しいたします。ご覧になった方から自律神経が不調になるとどういうところが痛くなるのかっていうことの痛みに関してのご質問を受けました。それに関して説明していきますね。自律神経、体のいろんな部分を調節していくんでいろんなところに痛みが出ます。もうあっちゃこっちに出てしまいます。どういうことかというと、まずもう交感神経が高ぶってしまって、体が緊張状態にグッとなってしまう場合、そういうのはもう筋肉が緊張を強くしてしまうので筋緊張性の頭痛、この後頭部あたりがもう筋肉に引っ張られて痛くなるような頭痛、あとはもう筋肉の痛みですよね。単純にもうグーッと体力入ってる状態なんで筋肉に必要以上に負担がかかってしまう。それでもういろんなところ首が痛くなったり背中が痛くなったり腰が痛くなったり、人によっては手足がね、その緊張状態で痛みが強く出るっていうこともあります。あとはもう副交感神経の働きが低下しているので内臓の方にもいろんな痛みが出てきてしまいます。例えば胸の痛み、あとは胃の痛み、そして腹痛、人によっては喉の痛み、あとはもう声が出にくくなったりとか、あとは女性だと生理痛がもう増強してしまうっていうこともあります。ということで自律神経のねバランスが乱れてしまうと体のいろんなところに痛みという形で出てしまいます。もしかしたら今あなたが抱えている痛み、自律神経が原因で痛みが出ているかもしれません。そんな自律神経の不調から来る痛み、またはそれ以外のものから来る痛み、不調、私が解消するようにあなたのお役に立ちます。年齢、性別問わず、私の整体技術はあなたの状態を回復させますので、興味がある方、真剣な方は電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。